皆さんこんにちは。今日も聖書の言葉を一緒に学びたいと思います。皆さんは聖霊に満たされていますか？皆さんの正体、教会は聖霊に満たされていますか？イエス・キリストは十字架にかかり、3日目によみがえられ、たくさんの人のところに現れて、私たちに神の圧倒的な力である聖霊を与えると約束されました。聖霊が下るときに、私たちは神の圧倒的な力によって神の技を行うことができます。人間的には考えることのできないような神の技が教会を通して行われていくわけでございます。そこで今日は使徒言行録の2章の43節から47節の言葉の中から、聖霊に満たされた教会、正体ということについて4つのことを学びたいと思います。第一に、聖霊に満たされた教会、正体は神の圧倒的な力に感謝し驚く群れである。使徒言行録の2章の43節を読みたいと思います。すべての人に恐れが生じた。信徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。聖霊に満たされるときに、人間的には考えることのできない多くの不思議な技と印が行われた。そのようなときに、すべての人に恐れが生じた。この恐れが生じたということはどういうことでしょうか？神様はすごい。本当に神様は私のうちに、私の教会、正体の中に生きて働いておられるということを感動を持って過ごすことでございます。聖霊が下るときに、私たちの教会、正体は感動が渦巻きます。そして感動によって本当に心の底から、ああ神様ってなんてすごいんだろう、こんなことまでしてくださるという感謝があふれてまいります。皆さんの教会、正体は感謝であふれているでしょうか？感動であふれているでしょうか？神様は今も私たち一人一人を神の御用のために用いてくださり、不思議な技、印を行ってくださる。そして救われた私たち一人一人がイエス・キリストを心から感動を持って周りの人たちに伝えていくことができるわけであります。聖霊に満たされた教会、正体は神の圧倒的な力に感謝し驚く群れです。第二に、聖霊に満たされた教会、正体は神を中心に心が一つにされた群れです。使徒言行録の2章の44節読みたいと思います。人たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。聖霊が下るときに、みんなの心が一つとされる。教会ほど不思議な群れはありません。いろんな人たちが教会、正体の中にやってまいります。年齢もバラバラであります。職業もバラバラであります。趣味もバラバラであります。育ったところもみんな違っています。しかしイエス・キリストを信じたということによって、教会に、正体に来るようになる。そしてお一人お一人の上に聖霊が下るときに、みんなの心が一つとされる。一つとされるときにどのようなことが起こるのか。財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。周りの人に対する配慮ができるようになる。私たちは忙しくなるときに自分のことで精一杯になってしまう誘惑があります。しかしどんな時にも聖霊に満たされる時に、相手のことを考えることができる。そして相手の必要を満たそうと聖霊様ご自身が働いてくださって、
行動を起こすことができる。そのような中にみんなの心が一つとなる。聖霊が働くときに私たちは変えられて、周りの人のことを配慮することができる。そして必要に応じて必要な働きをすることができる。聖霊に満たされた正体教会はみんなの心が一つにされた群れであります。第3に、聖霊に満たされた教会正体、それは神を礼拝することを心から喜ぶ群れです。使徒言行録の2章の46節、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、毎日ひたすら心を一つにして神殿に行った。もう神様のところに行く、礼拝を捧げることが本当の心の喜びになっている。教会に行き、招待に行って礼拝を捧げ、おお神様ありがとうございます、あなたが一週間私を守ってくださいました、そして迎える一週間さらに大きな恵みを注いでくださることを期待します、いやもう神様はしてくださいますという礼拝に対する期待。礼拝の中では賛美が捧げられます、祈りが捧げられます、証があります、説教があります。それら一つ一つの中に神様に期待していくときに、神様は私たちが思う以上のことをしてくださる。神を礼拝するこの礼拝が豊かなものになる。礼拝をすることを心から喜ぶときに、そこに聖霊がいてくださって、聖霊が本当に私たちを自由にしてくださり、礼拝が終わるや否や心が豊かにされて、もう私はイエス様を伝えずにはおれない、そのように変えられていくわけでございます。皆さんは礼拝を心から喜んでおられるでしょうか。神様に期待したいと思います。礼拝に行くときに、神様どうぞ今私に必要なことをこの礼拝で教えてください。礼拝が本当に聖霊で満たされるように祈りたいと思います。神様は私たちの祈りに必ず応えてくださいます。そして第4番目に、聖霊に満たされた教会、それは救われる人が導かれる群れです。使徒言行録の2章の47節、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人を日々仲間に加え一つにされたのである。私たちは伝道をします。イエス様は私たちの救い主であると外に行って、またいろんなところでそのことを証ししていくわけでありますけれども、この聖書のところを見ますと、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。私たちが神様に向かってありがとうございますというこの賛美を捧げている姿、賛美によって聖霊に満たされている姿が人々に感動を起こす。私たちが賛美をしているとき、民衆全体から好意を寄せられた。好意が寄せられるような心の奥底からの神様への賛美、この賛美を捧げるときに、結果としてこうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。今も神様は私たち一人一人の賛美を用いてくださり、私たちの教会招待に新しい人を送ってくださいます。私たちは神様に期待したいと思います。そして聖霊なる神に祈りたいと思います。どうぞ私を聖霊に満たしてください。賛美で満たしてください。礼拝を喜んで捧げる気持ちにさせてください。感謝にあふれさせてください。この教会招待のみんなの心が一つとされ、民全体から好意が寄せられるほどの圧倒的な神様の力が働くように私たちは祈りたいと思います。聖霊は2000年前ペンテコステの日に下りました。そして今も
待ち望む私たちの上に下ります。聖霊に期待して神様の不思議な技をこの時代に伝えたい、そしてまた不思議な技を行っていきたいと思います。皆さんお一人お一人の歩みの中に神様が豊かに働いてくださることを心から祈ります。アメン。